どうも、食の贅沢のはるかです。今回作るものはですね、本当美味しい夏野菜のバターチキンカレーを作ります。で、この季節、夏だ、カレーだ、バーモントだということで、なんか盆踊りみたいですね。で、今回のレシピ、僕の料理動画はその家庭料理、まあ、これをモットーとしてるので、作りやすさで、それに加えてしっかりした美味しさ、作りやすさと美味しさを両立して作っていこうと思うので、今回は夏野菜のバターチキンカレーを作っていきたいと思います。では夏野菜のバターチキンカレーを作ります。ではまずはじめ、鶏胸肉を、もも肉ですね、もも肉を一口大に切っていきます。よいしょ。それで鶏もも肉をジップロックに入れて、ここにヨーグルト、そしてソース、あとはこれに塩、おろし塩が、おろしにんにくを加えます。で、このソースとヨーグルトで漬け込むこと、これがポイントになります。で、本当はその黒、ターメリック、コリアンダー、クミン、ガーリックみたいなたくさんのスパイス、それで漬け込むとやっぱり本格的になるんですけれども、ソースがこのコクとスパイス感の役割をしてくれるので、ヨーグルトとソースで15分から30分ほど漬けていきます。では漬け込んでる間に他の野菜を準備していきたいと思います。ということで、トマトは、で、トマトをレンジにかけて湯むきしていきます。ということで、それでレンジにかけたら、これを剥いていきます。いいよ、よいしょ。で、このトマトの剥き方は、レンジ、熱湯を、あと火で炙る、やりやすい方法でお願いします。ということで、トマトをさいの目に、はい、で、あと玉ねぎ、これは薄くスライスをしていきます。ではフライパンで調理していきたいと思います。ではちょっと多めのバター、またはマーガリンに玉ねぎを加えます。で、色が変わるまで玉ねぎを炒めます。で、色が変わってきたら、ここに鶏もも肉、それで鶏肉に火が通ったら、このトマトを汁ごと加えます。それでトマトに汁気が出るまで煮込んでいくんですけれども、この時のポイントとして、そのトマト缶よりもできれば生のトマト、これを使ってください。やっぱりそのトマト缶は、そのカン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 、なんかぴったんこカンカンみたいだな、缶の感じ、やっぱり香りだったりとかにすごい違いが出るので、あと結構トマトの割合が多いので、フレッシュなトマトを使っていきましょう。それでトマトに水が出てきたら、水を加えます。これに蓋をして弱火で煮詰めていきます。で、このカレー、作りやすさを意識するということで、今回はこのバーモントカレー、有言実行ですね使っていこうと思っていて、それでポイントをおさらいすると、多めに加えたバター、フレッシュトマト、ヨーグルトとソース、これらが入ってるので、普通にカレーを作るのと比べて結構違いが出てきます。
実際に後で試食するときにその普通のカレーとの違いもちょっとレビューしていきたいと思います。で、煮ている間にちょっと余談というかその裏話というかなんですけれども、実は僕の最初の動画の冒頭、そこでバーモンドカレーの歌をちょっと歌いたかったなって思うんですね。ただ僕実はものすごい音痴でして、その友達と行ったカラオケ、あの精密採点2のあの点数の低さに何度こう血の涙を流したことか。ということで次行きたいと思います。ではこれを一旦火を止めて、ダマができないように火を止めてからカレーを加えます。でルーを溶かしていって、で、あとは一煮立ちさせていきます。で、あとはお好みの夏野菜を準備して、よっで、最後に よし、では夏野菜カレーできました。では味見をしてみましょう。ではいただきます。いただきます。すっごい美味しい。なんだろう、これはもう深いカレートマトバターって風味もしてきて、このソースとヨーグルトもすごいいい仕事をしてる。これほんと美味しいです。やばというわけで今回は夏野菜のバターチキンカレーをご紹介しました。で、詳しい作り方はあの料理ブログの方にも載せていますので、ぜひこれを試していただけたら幸いです。で、あとこの動画をいいなと思ってくださったらぜひチャンネル登録、グッドボタン、そして Twitter 更新情報、裏話、あとは何気ないこと、いろいろつぶやいていますので、ぜひフォローをしていただけたら幸いです。で、この季節、夏だ、カレーだ、バーモンドだということで、なんか盆踊りみたいですね。夏だ、カレーだ、バーモンドだ。